スブランはフランス、イルドフランス地域圏、セーヌサンド2県のコミューン。かつてはペイドフランス地方の小村であったが、1960年代から1970年代の人口流入で40年も経たないうちに人口が倍増した。スブランはパリの北東約 18km の地点にある。ペイドフランス地方の南端にあたり、高い割合で都市化されている。 村は、モレ川沿いにあったが、現在川は暗渠化され、地下を流れている。7世紀以前のスブランの名は、セブ、ランダ、または、カパート・アランタへと記されていた。7世紀以降、この地域の領主であったエルメントルドの望みで、名が、サイペレンテ・セペレンテと記された。8世紀には、セベラントとなった。18世紀終わりには、セベレン、または、 セベレンの綴りに分かれていた。20世紀になって、セベレンの綴りが定着した。1900年頃のスブラン1060年、サンマルタンイコールデイコールシャン修道院の修道士が、スブランの地に定住した。1083年頃、手数料は、パリ市教の家臣ユードダンマルタンに支払われていた。村は、穀物生産で生計を立て繁栄していた。年には、 修道士たちが村のすべての住民のために二十歳の権利を保護していた。しかし、16世紀から17世紀は収穫が乏しく、飢饉となってしまった。1569年、サンマルタンイコールデイコールシャン修道院は、スブランの荘園をシャルルマウへ売却した。手数料を集める権利は、サンリスのサンニコラダシ修道院によって、マウケのジャンとジョスランへ売却された。 1643年、スブランに城が建てられた。フランス革命は村に何の影響も及ぼさず、ナポレオン一世はウルク運河の建設を要請し1822年より運用が始まった。19世紀の運河や鉄道の登場は村の風景の様相を一変させた。これら二つを軸として多くの企業が人々に仕事を提供した。 ウェスティングハウスやコダックがこれにあたる。1870年の不仏戦争で、スブランは荒廃し、人も、まわらになった。1915年以後、アルメニア人大虐殺を逃れて、多数のアルメニア人がスブランに移住してきた。同様に、1930年代から1950年代まで、イタリア人移住者がスブランに定住して、大きなコミュニティを作った。 スブラン第三の外国人コミュニティは第二次世界大戦後により良い生活を求めて移住してきたポーランド人たちであった。第二次世界大戦中はレジスタンスが活発に活動した。連合国軍に解放されたのは1944年8月28日であった。1950年代からスブラン北部で急速な都市化が進んだ。畑は次第に消滅した。 1970年代には工業団地やビジネスエリアが誕生した。20世紀半ばから以前とは異なりアフリカ系移民が多数押し寄せた。現在のコミューン内には50以上の外国人コミュニティがある。1990年代、ウェスティングハウスとコダックの工場が閉鎖された。現在、 コミューンの雇用を生み出しているのはビジネスパークの企業である。ありがとうございます。